んか見れば見るほど、桃山未来あろう YouTube 前回の、続きといってはあれなんですけれどもね、一つ挙げたんですけれども、早速1回目でキュアスカイちゃんね、この子がねもう出てしまったということで、やっぱせっかくこんだけ買ってるじゃないですか、いっぱいね。なんで、ちょっと一緒にね、皆さんで見ていきたいと思います。じゃあもう早速挙げていきますね。せーの、おう、キュアプリズムちゃんですね、これね。なんか見れば見るほど、桃山未来って感じなんですけれども ね。いいですね、キュアプリズムちゃん。グミの紹介をし忘れちゃったんですけど、こんな感じです。はい。2個目の方、開けていきたいと思います。で、外袋とかも大事に取っておきたいから、綺麗に開けたいですね。いきます。せーの。はい。おー。終わっちゃった。少し修正が必要になった。タイムベント。はい、ではですね、もうね、早速ね、開けていきたいと思いますわ。皆さん何が出ると思います？僕的にはね、そうだな、デリプリのね、なんかね、あれですね、多分ね、集合絵が出ると思います。キュアヤムヤムあたりかな。いきます、せーの。はい。おー、マジで？うわ、びっくりした。うわー。いいね。キュアスパイシー来ました。やった。ハイパークロックオーバー。ハイパークロックオーバー。はい、というわけでですね、もうね、早速ね、一泊目開けていきたいと思います。もうね、この前ね、やっぱね、いきなりキュアスカイちゃん出たんで、そうだな、今回は何が出るかな。せーの、はい。普通に引きが強い。お、全員集合。全員集合なんでね、全員集合は、終わりません。やばい。どうしよう。広がるスカイプリキュア。両方とも終わっちゃいました。あー、どうしよう。間違えた。一泊目終わっちゃいました。というわけでですね、続いてですね、こちらの方開けていこうかなって思います。はい、デリシャスパーティープリキュアの映画の方のカード組ですね、こっち開けていきます。今度はね、なんかね、あれだな、これね、スタートインクとか多分出そうな気がします。いきます、せーの。マジで出た。キュアスターです。おー、いいじゃん。裏側はこのキュアコスモの感じになってるんですね。いいね、これ。1枚で2度美味しい。もうラストになっちゃいました。あー、ラスト。やばい。あー、今度こそ当てる。よーし、当てますよ。絶対ね。絶対。あ、今度はね、今度キュアヤムヤム来そうだな。いきます。せーの。最後何回かな。せーの。うい。おー。全員集合。全員集合からの、ね、この妖精ちゃんたち、コメコメ、パンパン、メンメン、ね。いいカードまた当たっちゃいましたね。こんな感じですね。なかなかいい収穫だったんじゃないでしょうか。全員集合とキュアスターとキュアコスモの絵からいいカード当たったわ。全員集合ね。あれ、何これ、何これ、あれ、なんかポケットからなんか出てきました。あれ、なんか、え、俺聞いた、聞きましたっけ、これ聞いた記憶が全然ないんですけど、あれ、あれ、え、嘘、あれ、え、どうしよう、え、なんか、え、あれ、全然開けた記憶ないんですけど、あれ ?7 枚になってます。あ、びっくりした。心臓に悪いわ。すご。こんな紙引きしてた。すごい。やったぜ。わ、いいね、これ。ちょっともう早速ね、後でスリーブ入れたいと思います。すごくない？なんで、開けてないんです。カード組開けてないのに、これね。この、キュアスカイと、ね、フィナーレ、ね、スパイシー。勝ちです。勝ちました。これね。もうね、すごい。すごい。というわけでですね、今回はカード組の方を開封してきましたけれども、どうですかね、引きの方。皆さんもね、当たったカード教えてください。はい、というわけで今回はですね、カード組開封してみました。以上になります。普通に引き強いよね。すごくね、めちゃくちゃ、だって狙った個人カードちゃんと当てるっていうね。